啓蒙主義の歴史記述。啓蒙主義の歴史記述では、啓蒙時代の歴史記述について解説する。西洋における歴史記述は、啓蒙時代に大きく前進し、今日の科学的世界史成立における重要な契機をこの時代に置くことができる。啓蒙主義を非歴史的であると批判したロマン主義の主張は、この点的性を欠いている。啓蒙主義の歴史学は、 資料から客観的な方法で歴史事実を明らかにするという視点に乏しいという意味で被されるべき性格を持っているが、検証可能という意味で客観的な歴史法則、歴史的展開を記そうとしている点は科学的であったと評価できる。啓蒙主義の歴史学は個別的事実の把握と、その客観的な整合性の把握においては未だ不徹底さの中にあったと言えるが、 人類史の記述方法について合理性を追求している面は高く評価できるし、その多くを今日の歴史記述、歴史学は遺産として引き継いでいることも見逃してはならない。ここでは特に啓蒙主義以前の歴史研究からの継続面、断絶面を個別に説明し、啓蒙主義の歴史研究、歴史記述の特徴を示す。啓蒙思想は、 自然科学的な方法を重視し、従来は神学的に解釈されていた事柄についても合理的な説明を行った。例えば、ローマ帝国の清水について、モンテスキューは、ローマ帝国の精度が絶え間ない戦争によって形成されたと指摘し、軍隊の影響力が増し、共和制から帝政に移行していったのは当然の秘訣であったとする。ローマの滅亡も、 軍事的な衰退に求められており、道徳的大敗などは全く重視されていない。これは、従来の神学的歴史研究、いわゆる普遍史においては、ローマ帝国がキリスト教帝国であるゆえに発し、その崩壊とともに終末が訪れるという救済史から解釈されているのと異なり、ローマ帝国それ自体の分析、把握からその歴史的性格を明らかにしているものである。 このような科学的精神は口実する従来の歴史研究、普遍史、伝統的聖書解釈、聖書的年代学の批判にも通じ、また同時代の生物学、地質学などの自然研究においても同様の方法論的展開が見られ、詳細は啓蒙思想を参照。キリスト教の世界観は天地創造から終末の神の救済へと至るものであった。 普遍死とは、キリスト教の世界観に基づき、当時知られた世界の歴史を、キリスト教的に解釈するものであった。具体的には、天地創造から大洪水、アッシリアペルシャギリシャローマの4世界帝国の繁栄が、続き、ローマ帝国の滅亡とともに、神の国実現がなされるというものである。宗教改革が起こると、普遍死をめぐって、 プロテスタントとカトリックの間で論争が行われるようになった。従来聖書の定本としては七十人約聖書がキリスト教徒の間で支配的であった。プロテスタントはこの七十人約聖書を批判してより原点に近いと思われるヘブライ語の聖書に依拠することを主張し優れた翻訳を行った。問題はこのヘブライ語聖書によって得られた事件の年代が七十人。 約聖書で得られる年代と相違し、イエス生誕の時点で千年ほどの誤差が生じたことである。さらに、聖書の記載する天地創造からイエス生誕までの歴史は4000年、ないし最長で5500年ほどであったが、エジプト文明がそれ以前に遡り得ること、及び地理的発見により、聖書に記載されていないアメリカ大陸の住民が知られるようになったことがこの、 問題を一層深刻にした。そのため両派は、この事実を解明するためにより厳密な聖書批判と、記された事実の歴史研究へ向かうこととなった。このような矛盾を解決する、直接的な動きは、聖書の文献批判によって、まず行われた。特に、モーセ自身が書いたものと思われていた、モーセ古書に対する、批判的検討が進み、ホップズ・ラペレール・スピノザによって、 モーセご書が後世の時代にモーセに遡って記述されたものであることが明らかにされた。さらに1711年にはドイツの牧師ビッターによって1753年にはジャン・アストリュックによって聖書の記述主体として2つの人間集団が想定されることが明らかにされた。具体的には聖書内において神の呼称はヤーベとエロヒムとして現れるが これを、それぞれの使用例ごとに分割すると、それぞれ一貫した文書となることが判明した。これにより、聖書内の記述の重複、いわゆるダブレットの問題も合理的に説明可能となり、聖書批判は大きく前進した。年代の記載方法にも大きな前進が見られた。従来の天地創造を起点とした年代記述では、エジプト史、さらに新たに知られた。 中国史をそのうちに取り込むには困難を伴った上、既に述べたように転居とされる聖書によって年代の不一致が生じた。スカリネルは太陽歴、太陰歴、さらにローマの税制の基礎となっていたインディクティオを掛け合わせて7980年というユリウス周期を基準とする年代決定法を提唱し、その始まりを紀元前4713年に置いた。 1583年、このユリウス周期上には1日刻みにユリウス日という単位が置かれ、日食、月食などの天文学的な出来事をその上に配置することが可能で、歴史に残された天文記録に基づく年代交渉が可能となった。彼はこれにより、聖書によらない科学的な年代学を確立した。しかしこの紀元前4713年という時間は、 従来の聖書解釈に基づく歴史を対象としていたためにエジプト史や中国史が聖書で求められる年代以前に遡ることが認識されるようになるとスカリゲルのユリウス周期に歴史事実を収めることは困難になったフランスのイエズス会史ペダビウスはイエスの生誕年に歴史記述の起点を定めることを実用性という観点から科学的に主張た彼は イエス以後の年号は、どの聖書に基づいても一致し、かつ、イエス以前について遡っても、比較的近い過去は年代の誤差が少ないことを指摘し、年代記述の起点をイエス生誕の年とすることを主張した。これは、今日の歴史学において、一般的に採用されている年代記述である。啓蒙主義の歴史研究は、 以上のような全時代の歴史研究の方法論に関する成果を踏まえて歴史そのものに合理性、法則性を見出していくものとなった。それは歴史の一般法則を追求する方向へ向かったという意味で不遍史的な方向性を持っていたが、その法則自体は神学的な説明を廃止、合理的でより科学的な説明が期待された。また、 従来歴史記述において聖書に反する歴史事実は、軽視あるいは無視される傾向にあったが、歴史事実自体を尊重して、歴史の把握に関しては、事実からの機能が重視された。啓蒙主義精神の直接の起源は、デカルトの演疫論に求められるが、その歴史研究においてはむしろベーコンやロックの機能主義の方が決定的であった。歴史事実に基づかない。 歴史法則を設定することを拒否した、その歴史研究は、当然歴史事実それ、事態を尊重するものであった。ベールは歴史批評時点を表し、事実を事実として尊重する立場を示した。彼は歴史事実を事実として並列的に扱い、それに普遍的な意味付けをせずに、ただ記載して、時点的に把握する方法をとった。しかしこのことは同時に、 歴史哲学が歴史のある時点で主観的に形成されること、すなわち歴史哲学が歴史的な産物であることを示して従来の普遍史的な歴史把握を鋭く批判するものでる。哲学者、数学者としてよく知られるライプニッツは当時中国学の権威でもあり、中国の古さ、儒教の道徳的価値の高さを評価していた。 彼は歴史事実を生態的に扱うのではなくて、動態的に一つの過程として認識すべきことを主張した。これは彼のモナドロンに基づく知見であるが、近代歴史学の原理に直接つながるものであった。神学的な世界史解釈、つまり世界が救済に向かっているというような認識を啓蒙主義は厳しく批判した。啓蒙主義は事実や人間性、 社会から歴史が構成され認識されるべきであると述べた。ただしこの傾向はあまりに心理学的、文化人類学的な研究方針につながり、啓蒙主義は今日で言えば文化史的な風潮を基調とするものとなった。ボルテールは母主へ進学的世界史を批判し、人間性に注目した心理学を重視する歴史理論を唱えた。彼は国民の精神や 時代の精神といったものに着目し、それらの要素が文化に影響を与える様子を記述しようとした。また彼は中国史を西洋史より古いものであると述べている。ヒュームはあらゆる観念の理性による基礎づけを否定した。彼は理性的な認識が外然的な事実同士の因果関係を認識するにとどまるとした。しかし人間が そのような外然的に過ぎないものに依拠しつつ、なぜ普遍的な道徳法則を設定することが可能かといえば、それは共通の社会的基盤に立った共感によるからで、あるとされた。このことはただ神学的な目的論のみならず、あらゆる目的論的歴史学を拒否するものであった。したがって、彼の歴史研究は、普遍的な歴史法則の追求よりも社会そのものの記述に向かった。 啓蒙主義の歴史研究では、歴史事実の集積から一定の社会構造、政治構造を抽出しようという試みも行われた。一般に、このような抽出された社会構造、政治構造は、現実の社会批判に結びつき、極めて実践的なものとなり、有力な社会理論、政治理論に根拠を与えるものとなった。モンテスキューは、歴史研究を通して、 古今の生態を比較、分類した。さらにこうして明らかにされた生態ごとに関連する歴史事実を整理、分類することで、その性質をより厳密に構造的に把握するが可能となり、偶然的な歴史事実に一定の形式を与える社会構造、政治構造の認識が可能であるとし、それを実践した。ルソーは歴史をより実践的で教訓的であるべきとし、 しかも歴史家の見地を拝して事実を忠実に伝えるものであるべきと述べた。しかし一方で彼は歴史事実に自らを国説的と認める推理を導入し、さらに理性を信頼して先見的な法則性を重視し、歴史事実を複次的に扱う傾向も強く認められる。このことが彼の政治理論において歴史事実が現在の問題と深く結びつけられることとなり、 逆説的に歴史事実の尊重につながっている。啓蒙主義は科学的成果と地理的視野の拡大に基づく人間認識の向上に支えられ、時代が新しい局面に入ったという希望を人々に抱かせた。このことは前の時代よりも啓蒙時代が一層優れているという認識となり、それが人間が進歩的な歴史を歩んでいるという意識につながった。 コンドルセは人間精神の発達を十の段階に分け、啓蒙時代をその九段階目まで実現された時代であると述べた。彼は人間社会の発展を知識や学問の進化という形で捉えた。歴史事実は一回性、偶然性に基づくが、それを記述し価値を見出していくためにはそこに何らかの他の価値や事実との同一性、整合性が見出されなければいけない。 啓蒙主義は事実を事実として尊重した一方、人類史を合理的に研究しようとしたが、多くの歴史研究は事実に偏るか法則性に偏るかに分裂し、その統一に和解して失敗した。新たな歴史研究は家庭の同一性、整合性という視野を開き、啓蒙主義の歴史研究を彫刻していった。ロマン主義の思想家ヘルダーは、 啓蒙主義の普遍的な人間観を批判し、例えば、エジプト人の歴史は、エジプト人自身の特性から考察されるべきだとした。彼によれば、歴史事実は互いに異なる重心を持った玉のようなもので、それぞれの地域、民族の歴史は異なった重心を持つ、独立の歴史として統一的に把握されなければならないと述べた。ここでは、 啓蒙主義の歴史記述の限界について指摘する。啓蒙主義の世界観が世界大の広がりを持ったものであったにせよ、それがヨーロッパから見た世界でしかなかったということは歴史研究においても影響を及ぼした。ヨーロッパの文明が古代から啓蒙時代に進歩した歴史を歩んできたのに対し、アジアは古代から変わらず停滞しているという認識が認められる。 啓蒙時代には古代と啓蒙時代の比較が文芸評論を中心に色々論じられたが、ルネサンス以前の中世に対しては否定的で全くと言っていいほど無視された。また、啓蒙思想が問題にした古代とは古代ギリシャ、古代ローマに限られていた。啓蒙主義は普遍史の神学的歴史解釈を批判し、歴史事実を重視することを論じ、 様々な理論探求が行われたが、その熱心さにもかかわらず、歴史の体系的把握に成功しているとは言い難い。多くの場合歴史事実の一回性、偶然性を持て余し、それを価値体系に結びつけて記述することを放棄するか、あるいは極端に一面化した法則の中に歴史を閉じ込めようとする傾向にあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。